どうも皆さんこんにちは、ガズでございます。今回もですね、ウクレレを使って曲をどんどんやっていこうっていうことでやってるんですけれども、テーマ曲はですね、ワンオクロックの Wherever You Are、 これをやってみたいと思います。結構リクエストをいただいてましてですね、ちょっとやってみたらですね、やっぱかっこいいですね。なんか洋楽っぽい、私もねバンドやってた時はですね、洋楽っぽいの大好きだったんですけど、こういうのね大好きです。はい。で、まあやっぱ難しいんですけど、コードはですね、まあウクレレの練習用にすごく簡単にいつものようにアレンジさせていただきました。構成もちょっとアレンジしてますので、フルでやりたい方は自分で歌詞をまた2番入れたり、間のやつをやったりしてみてください。まあ細かいことはちょっと後でね説明した方がいいと思います。まずは聞いてください。じゃあ演奏してみます。よし。1, 2, 3, 4。はい、そういうわけでワンオクロックの Wherever You Are やってみましたが、英語の発音がめっちゃかっこいいやつですね。はい、英語の発音かっこよく締めないとこれかっこよく決まんないよ、わかった、なんつって、はい、コードの確認します。はい、見てください。こっちから C、A マイナー、F、G7、 この4つはもういつものやつなんでもう触れませんよ。はい、こっち今日は Em7 っていうのはあんまり出てこないかな。やったことあると思うんですけど、これも簡単です。要は G7 の人差し指がないやつなんで、これもイージーですね。Em、ちょこちょこ出てきて、結構苦手な人が多いと思うんですけど、ちょこっとだけ出てきます。あんまりメインでは出てこないんでね。で、今日の一番難しいのは Fm かな。これは前にもちょっとよく説明してるんですけど、ちょっとだけやってみます。1弦の3フレットと2弦の1フレット。4弦の1フレットですね。こういう感じになる。これは使ってませんよ、薬指は。
こういう風で、まあ、前奏とかでは私こうやって押さえているんですけど、パッと切り替えたい時はですね、よく私がやるのはこの上の親指で4弦の1フレットを押さえちゃうっていう、まあ、なんていうのかな、隠れ技もありますんで、都合のよくやってください。音が出てればね、どの指使ってもいいです。でこの G から G7、これよく出てくるやつなんで、まあ、一応復習しておきますと、まあ、G はこう押さえますね、まあ、こうでもいいんですけど、まあ、こうでもいいです。これでこの小指を入れたりし、これがサスポーです。これがただの G、 これが G サスポー。だいたいサスポーっていうのはそのコードにちょっとおまけでつくようなやつなんで、例えば D のサスポーだったら、はい、A のサスポーだったらこれが A でこれが A のサス、こんな感じでだいたい交互に使われるパターンが多いんでね、それちょっと覚えておくと便利に使えるかと思います。あとやっぱりリズム感と歌の乗せ方と、そのイングリッシュの感じ、スピーキングの感じがやっぱりかっこいいんで、ゆっくり練習してやってみてください。まあ右手は最初はね、例えばこういう感じでいいと思いますよ。 Wherever you are I always make you smile。 でこれでまず頭から最後までできるようになってから、アルペジオを入れたり16ビートとか8ビートを混ぜていくっていうのを自分でアレンジしてみてくださいね。そのアレンジするってことも一個のお楽しみの一つで、正解はないんで、まあ、大体まあアドバイスをするならば、最初は優しく入って中盤で盛り上がってサビでドーンといくっていう風にイメージしてやるとかっこよく演出できるんじゃないかなと思います。はい、それではそんな感じで今回のウクレレガズレレレッスンは終わりたいと思うんですけれども、まあリアルでねウクレレ教室もやってますし、出張ウクレレ教室、まあ北海道とかちょっとなかなか気合い入れないとあれかもしれないですけど、関東中心というか東京中心ではやってまして、そっちの方でもいろいろ見てください。ガズレレで検索するといろいろ出てきますので、はい。そしてまあウクレレね、僕いつも今日はこれ使ったんですけど、カスタムウクレレとか作ってすごい弾きやすいんですよ。弦高めちゃ弾く、もう本当にこれ普通の楽器屋さんだったら低すぎてダメなんじゃないっていうぐらい弦高下げてるんで、高段を抑えやすいんですよ。まあなんでちょっと気になる人はまあメッセージください。はい、そんな感じでですね、もりもりウクレレ人口増やそうぜ、楽しいぞってことで、皆さんも友達に楽しいぞって言っといてくださいね。はい、ありがとうございました。ガズでした。さようなら、バイバイ。